趙雲長雲は中国語漢末期から三国時代の植官にかけての将軍。字は支流。奇襲城山軍新定県の人。風豪は英将帝公。送り名は淳平公。子は超密る長高。父と兄の名は不詳。もともとは高村三の部下であったが、青州で炎将と戦っていた高いの援軍として、 高村さんが劉備を派遣した際、趙雲も随行して、劉備の手記となった。県安十三年、慶州の東洋県長坂で早々自ら指揮を取る、五千の兵に追いつかれた劉備は、妻子を捨てて逃走した。この時、趙雲が劉禅を身に抱え、さらに天婦人を保護したので、二人は危機を免れることができたが、劉備の娘二人は、早順に捕獲された。 この戦いの後、騎馬門将軍に昇進した。劉備の入植時には、慶州に泊まった。建安十八年、諸葛亮、張飛、劉宝らと共に、長江を遡って入植し、駅州の各軍権を平定した。蝶雲は、甲州から別の川に沿って精神し、途上で、紅葉を攻略した。駅州が平定された後、翼軍将軍に任せられた。元年、 劉禅が即位すると、中森軍、進む南将軍へ昇進し、栄翔抵抗に封じられた。あと、鎮東将軍に昇進した。県境5年、諸葛亮と共に北伐に備えて、冠中に駐留した。翌6年、諸葛亮が、夜国街道を通ると宣伝すると、義の宗栄は宗心を美に派遣し、諸軍の指揮を命じて中屯させた。蝶雲は、 東芝と共にその相手をすることとなり、諸葛亮は、喜山を攻めた。宗信は、身の谷に大軍を派遣したが、兵の数は、蝶雲と東芝の方が多かったという。しかし、宗信の兵は強く、蝶雲と東芝の兵は弱かったので、身の谷で敗北した。その際、長雲は自ら伝軍を務め、軍病を取りまとめてよく守り、市長も、 ほとんど捨てずに退却できたため、大敗には至らなかったが、鎮軍将軍に降格された。一方、火曜国史では、以下ではなく、六をけなしたとの記録がある。諸葛亮は、美の谷では不快の質があったと上層している。翌七年、没した。この長光が後を継いだ。慶応四年、長雲は、淳平公の送り名を追贈された。政諸 陳氏、加工派は、死後すぐに、関羽、長飛、馬長、宝刀、高中は、慶応三年に追増されており、長雲は十二人目である。時の論はこれを栄誉とした。政帝県長雲古里にある、長雲蔵陳氏は、高中と共に、強し進む、宗武氏であり、揃って、軍の総佳となったとし、寛栄、加工栄に比している。タスク審では、 重厚な性質とされ、陳至るとともに、襟抜きの兵士を率い、勇猛でたびたび勲功を立てたとされている。本殿中の記述がやや簡素なのに比べ、以下の長雲別伝は記述が多く、柴光も史実眼を編纂するにあたって、長雲別伝の記述を採用している。真の史学者難は、長雲が劉備に仕えた時期が本殿と異なること。 第一次北伐で降格された長雲が報奨を受けたのが不自然であることからその内容を否定し、長雲別殿とは、長家の加減を改変したものではないかと疑問を呈している。李光一も、本殿中の長雲は、功績が少ない一方で、別殿中の長雲は、功績が多すぎるとして、その違いに疑問を呈している。蝶雲は、身長発射で、姿や顔つきが際立って、 立派だったという。故郷の定山軍から推挙され、官民の義勇兵を率いて、高孫三の敗下となった。後に、趙雲が兄のものために、高孫三の下を辞して故郷へ帰ることになったとき、劉備は趙雲が自らの下にもう二度と戻ってくることはないだろうと、悟った、とある。検案5年、劉備が炎章を頼ってくると、趙雲は行で、久しぶりに目通りし、 密かに募った数百人の兵を連れて、劉備の配下となった。白暴派の戦いに参加し、同郷の知人である、加工乱を捕虜とし、軍政に推挙したという。検案十三年からの慶州平定に参加し、偏将軍、慶応大衆になったとされる。また、この慶応攻略時に降伏した大衆の長藩が、自らの兄嫁を嫁がせようとしたが、長雲は、 長藩は追い詰められて振ったに過ぎず、内実は分かったものではありません。また、天下にも女は少なくありませんと述べて、これを固辞した。劉備は、入植時に、長運を止め、芝に任じ、奥向きのことを取り締まらせた。孫権は劉備が自分を騙して入植したと聞くと、孫夫人を呉れに帰らせたが、孫夫人は劉禅を連れて行こうとした。蝶運は、蝶飛と共に、 長江を遮り、龍禅を奪回した。このエピソードは関心春秋にも載っている。駅州支配後、劉備が駅州に備蓄してあった財産や農地を分配しようとした際、長雲が反対したので、劉備はそれに従ったという。関中攻めでは甲衆を救出し見事な撤退戦と空情系を演じたため、劉備から死竜は一心これべて肝なりと称賛され、 軍中において、恋将軍と呼ばれるようになった。このエピソードは、史実がにも載っている。勝負元年、クレを討とうとする劉備を、敵は義であり、クレではありませんと、長義でいさめたが聞き入れられず、対クレ戦争では、長雲は、公衆徳として止まった。劉備が敗戦すると永安まで兵を進めこれを、救援した。県境6年。 宋心に敗北した趙雲が自ら伝軍を務め、兵を巧みに取りまとめて、軍需物資をほとんど捨てずに退却したため、諸葛亮は恩賞として、趙雲軍の将兵に分配しようとした。しかし趙雲は、敗軍の将に恩賞があってはなりません。どうかそのまま残しておき、冬の備えとされますようお頼みしますと、進言した。水中によると、この撤退戦の際、赤より、 北の百余里に渡る架け橋を焼き落とすことで、義軍の追撃を断ち切っており、その後しばらくは、東芝と共に、赤掛けの守りにつき、屯田を行っている。淳平港の送り名を追蔵することを上奏した、脅威は、従順、懸命、慈愛、恩恵を有する者を淳と称し、仕事をするのに秩序があるのを平らと称し、最下、動乱を平定するのを平らと称します。 蝶雲殿に、純平公の死亡を賜るのが死闘と存じますとある。生徒武功祠の蝶雲祖像。寝代に作られたもので、別格扱いの関羽、蝶飛を除くと、食漢の武将陣の中でも、蝶雲の像が、筆頭の位置に置かれている。聖師、三国師の蝶雲は同館に収められた五人の中で、最も位が低く、劉備が漢中央として即位した際、関羽、 公中、馬長、長飛がそれぞれ前後左右の将軍位を授かっているのに、大使、長雲は、翼軍将軍のまま末置かれた。しかし、三国支援儀においては、後虎大将軍として、他四人と同格に位置づけられ、非常に勇猛活気に厚い、また冷静沈着な武芸の達人として描かれている。聖徳新長八尺、ノーマユオウメ、カツがい、ジュオ凛と、 大工堂々たる異常婦として描写されている。長坂では短期で大軍の中を駆け抜け跡と寒夫人を救出する話が代表的な名場面であり、胸劇でも人気がある。また、中国各地に跡を抱いた長雲像が混流されている。劉備が孫権の妹と縁談のためクれに向かった際には同行している。そして、 尊権による暗殺から劉備を守り、諸葛亮から与えられていた策を用い、呉から脱出している。演劇で用いられる、趙雲の仮面民間伝説によると、趙雲は、白龍という名前の白い春馬を相馬にしていたという。死留チという話では、この馬は昼は、千里を、夜は五百里を走ることができ、趙雲とは、意思疎通ができたと言われるほど愛されたという。 支流池は、長雲の家の裏にあり、白龍と共に、長雲が傷を癒したという。後に、支流池を、民や、不祥兵らも傷が癒せるように解放し、大変喜ばれている。また、果てかく、槍という槍を得意としていたとなっている。三国志平和によると、長さ九尺で、長雲が、生涯にかなうものなしという意味で名付けたことになっている。 同説話ではこの槍で、長飛と互角に一騎打ちをしている。妻の身分は不詳。民間伝承によると、長雲の妻に孫やわじなる夫人がおり、この婦人がは群れに衆張りで、長雲の体をつついたところ、血が止まらなくなり死んでしまった。河北古劇、青剣によると、長雲の妻に、リ水蓮の名が見られる。上記は、生死、演技では、 一切語られていないが、白竜の話は映画レッドクリフで採用されている。八ワジの名は映画三国志で採用されている。ありがとうございます。